地元大阪の坂口愛選手に来ていただきました。よろしくお願いいたします。まあ、本日はあの、ね、選手宣誓の大役も果たされましたけれども、はい、緊張しました。緊張しました、はい、初めてですか。選手初めてです。なかなかいい選手宣誓だなと思って聞いてたんですけれども、あれはもうご自分で昨日、はい、考えて、なかなか、ね、こう心を込めてこう走るという、はいはい、いつも結構モノマネしたりとか、はい、なんかネタをして面白くしてるから、はいはいはい、たまにはちゃんと真面目に言おうと思いました、はいはい、もうファンの皆さんの心にも響いたと思います、はいはい、それではあのレースなんですけれども、まあね、悔しい、ね、レースになりましたね、はいはい、スタートは、まあ、09と、まあ、はい、スタートだったんですけども、はいはい、ちょっとターンが、はい、ちょっとエンジンにパワーがなくて整備したんですけど、整備して良くなったと思うんで、明日これで行ってみて、また様子見て調整していきたいと思います。整備は具体的に何をされたんでしょうか。ピストン2つとも中古に変えて、あと黒リング2本と、あとバルブです、はいはい、うん、どうですか、どの辺がこう試運転で良くなったのか。やっぱ朝の試運転で伸びも弱いし、ターン周りも全然ついていけてなかったんですけど、それが普通ぐらいにはなったかなと思います、うん、まあ、スタート今日0球だったんですけども、はい、スタートに関してはやっぱ地元ですし見えてますか。まあ、今日はまあ感動でいけたんですけど、はい、まあ、切らないように、はいはい、気をつけていきたいと思います。そうですね、はい、大阪勢なかなか好調だと思うんですけれども、初日そうです、はい、もうそれにじゃあついていける、緊張して、はい、じゃあ明日にかけるまた意気込みをお願いします。はい、今日は1着取れなくて